皆さんこんにちは。今回はオーディナルスケールセレクションオーダー引いていこうかと思います。今ねジェムが5065溜まってるんで2回引けるんで、まあ、これね2回引いていこうかと思います。まあ、最近なんか、まあ、YouTube 引退しようかなって密かに考えていたんですが、まあなんか気が向いたのでちょっと戻ってきた感じですね。まあなんか台本とか用意してないんで、もうほんと話すことなくなるかもしれないですけど、まあ気楽になんか適当なこと話しながら弾けたらなって思うんですけど、まあこれね2500ジェムで、星音が1枚確定のオーダーなので、まあなんか被ることもあるかもしれないけど、あの星音が全く来ないっていうことは起こらないんでね。あのまあステップ5まであるやつがいいんですけどね。ステップ5で星音買って、あの新星音か、あの 25% で当たるやつさ、まあ、最近はなんかバースデーでさ、あのピックアップ2つなんか 25% ずつみたいなの来たけどね。ああいうのでもね、あれは6250ジェムだっけ、それでもうあの新ピックアップがね1枚 25% で来るのでかなりいいと思いますね。まあフィリアバースデーとか、まあ他のバースデーね、小春バースデーとかもちょっと楽しみですけどね。あの小春の覚醒アビリティでね強いやつが欲しいので、欲しいですよね。やっぱあった方がいいというか、あとは最近だとやっぱ俺脱地の斧モッド使ってるんで、脱地の斧モッドやっぱあのリゼベットのやつが今のところ強いんですけど、まあ、新しいの出ない感じで、あの2枚しかないんですよね脱地の斧モッドは。でリゼベットはキリフ2枚要求なんで、あそろそろ来ますね星音。これ覚醒の演出もないので、あーまあ爆死ですね。まあもう1回引きましょう、まあ、爆死でもいいや、まあ、まあとりあえずね2500ジェムで星音確定っていうことで、まあ、引いてるから、まあ、爆死してもいやくらいの気持ちで引いてるんですけど、あ、そう、さっき言ったあの、キリと2枚の話なんですけど、あのね、なんだろう、結婚記念日オーダーで出たキリと、なんか、キリと2枚だと、あの、土属性ダメージ上昇みたいな、なんか3枚だと違う属性、4枚だと違う属性みたいな変わってるやつ。あれね、キリと2枚だと土ダメージ上昇するから欲しいんですけど、あのそれ以外だとさ、あの最近のだとあのライドはホバーオーダー、あれで出たあのダー800のキリトとか欲しいですよね。ダ属性なんでやっぱダ土の斧モッドね、あれがあったらいいんですけど、まぁ、あ、ちょっとジェム足りないんで、まぁ、あ、2500ジェムオーダーで妥協ってこと、まぁ、あ、妥協しないでね1周分貯めた方がいいんでしょうけど、まぁ、あ、一応このまあ、オーディナルスケールオーダーはほぼユナオーダーみたいなもので、多分ユナバースデーより確率いいんじゃないかな地味に。まあ 4% だけどね1枚確定星4がね。でもあのパワーライズ4が入ってるからねユナのね、引きたいけど、まあ多分当たんないだろうなと思って引いてはいますね。まあ他には、あでもねアダマンティンシールドユナとか入ってるんですけど、あれ回復の効果があるバフスキルではあるんですけど、消費 SP50 ってかなり重めなんで、消費 SP 重いと結構辛いですよね。やっぱタンクやるにしてもバッファーやるにしても、あ、え、何アビリティだ、アビリティで欲しいのか、あー覚醒の演出がない、わうわ同じの赤のコード、青のコード、緑のコード、いや同じの来ましたね。こういうことあ、ありがとうございました。